構文解析について学部3年の稲岡が発表いたします。今回参考にした書籍はこちらです。今回の発表内容は、まず句構造の表現と句構造を表す、句構造の規則で、あとトムスキー標準形について、最後にその構文解析の手法の一つである、CYK 法について発表いたします。まずはじめに句構造の表現について説明します。句構造の表現の仕方はいくつかあるのですが、一番よく用いられる方法の一つとして句構造を用いたものがあります。句構造を用いた場合、そのノードが、文の中の単語や句を表すことになって、その句のエッジの部分が、ノードの親子関係を示すことになります。実際にこの急いで走る一郎を見たといった文章をの文の構造を、木構造で表現しています。このような感じになります。例えば各単語の品詞は、こちらで副詞と動詞がくっついて動詞句で、動詞句と名詞がくっついて名詞句で、あと名詞句と動詞がくっついて、名詞句で、あと名詞句と動詞がくっついて文になるといった、こちらのような構造で表すことができます。これらの他にも、例えば、このような構造というのもありえます。こちらの場合は、急いでと、走る一郎を見たというものがくっついて一つの文になっています。先ほどの違いで言いますと、こちらは、急いでいるのは走っている一郎なんですけども、こちらの場合は急いでいるのは、走る一郎を見ている人が急いでいるということになります。で、この句構造の規則というものを説明します。先ほどのような句構造は、全て規則に基づいて、構成されています。で、そのような その句構造を構成する規則というのが句構造規則になります。で、句構造規則の例を出します。先ほどの句構造ですと、このような規則に従って文の構造が作られています。簡単に説明しますと、名詞と助詞が名詞句になるとか、名詞句と助詞が、名詞句になり得るとか、副詞と動詞句が文になり得るといったような規則です。先ほどの、こちらを見ても分かる通り、例えば動詞と名詞は名詞句になりますが、例えば動詞と助詞は結びつかないとかといったような、そういう規則というものが存在します。で、次にチョムスキー標準形について説明します。先ほど示した句構造規則のようにと、それと、句構造規則が、先ほどの句構造規則がこれに従っているんですけれども、品詞プラス品詞が品詞となるような、2つの品詞が1つの品詞になるといったような規則が1つと、品詞から単語になるといった、1つの品詞から1つの具体的な単語、例えば一郎が名詞として一郎が対応するみたいな、そのような1つの品詞から1つの具体的な単語が得られるといった、この2つの規則のみで、となる文法というものがチョムスキー標準形になります。で、このチョムスキー標準形に従った文章を、構文解析する上で用いられる手法の一つとして、CYK 法というものがあります。こちらは動的計画法の一つで、文を細かく分割して、その部分部分においてその手法を適用していくといった手法になります。で、先ほどの急いで走る一郎を見たといった文章を CYK 法を用いて構文解析する流れを説明していきます。まずその各、このように三角形の、行列マスを用意して、各単語の品詞を、このように列挙します。
で、まずはじめにこの一番左上のここから見ていきます。この急いでと走るっていう、まあ、副詞と動詞があるんですけれども、副詞と動詞は、先ほどの規則ですと、まあ、動詞句になり得るっていうので、まあ、ここに動詞句が入ります。で、同じように、まあ、今度こここのラインで見ていくと、まあ、次ここなんですけれども、ここは動詞と走るという動詞と、まあ、一郎という名詞がくっついて名詞句になるといった具合に繰り返していきます。まあ、こちらですと、まあ、一郎と棒で、まあ、名詞句、一郎が名詞で棒が助詞なんで、まあ、名詞句になる、そういった風にやっていきます。で、最後なんですけれども、ここが、助詞と動詞になっているんですけれども、こちらは、先ほどの規則だと存在しないものなので、ここは、まあ、空白、何もないっていう状態になります。で、次が、まあ、ここなんですけれども、ここを、まあ、何が入るかっていうのを考えるときに、先ほどの気構造を、まあ、思い出していただければ分かるんですけれども、ここに入るのは、まあ、ここだと今名詞句が入っているんですけれども、その動詞句と、まあ、名詞っていうので、まあ、名詞が、まあ、一郎のことで、この動詞句っていうのが走るではなくて急いで走るっていう、まあ、その急いでと走るが、まあ、くっついて、まあ、動詞句になっているので、その急いで走るっていう一つとまとまりの動詞句と、まあ後に続く一郎っていうのが名詞句として一つの、まあ、濃度となっているっていう感じになります。で、同じように、まあ、こちらもですね、こちらは、まあ、こちらの名詞句っていうのが、この名詞句は一郎のことじゃなくて、走る一郎っていう、まあ、その2つが一つになった、この濃度、名詞句という濃度と、あと、まあ、をの助詞の2つが一つの名詞句となっているといった表現になります。で、こちらは、まあ、同じようにこの名詞句っていうのは、まあ、一郎と棒をまとめた一つの、まあ、名詞句と見たという動詞のがくっついて動詞句というふうになっています。で、このようなことを繰り返していって、まあ、ここもですね、ここは、まあ、急いで、この名詞句というのは、まあ、急いで走る一郎なんですけれども、と棒がくっついて、まあ、一つの名詞句になっているといったふうに、まあ、このまっすぐ見ていきます。で、この最後ここなんですけれども、ここが、まあ、最終的に文になるところなんですけれども、ここの場合は、いくつかありまして、例えばここの、まあ、名詞句と動詞で、まあ、急いで走る一郎をっていう名詞句と、まあ、見たっていう動詞がくっつくっていうのはまず一つ目であります。で、まあ、この一つ目のこの急いで走る一郎をと見たの結合でくっつくときっていうのは、先ほどたどっていったんですけども、この名詞句っていうのは、まあ、こちらの名詞句を使っていて、この名詞句もこちらの動詞句を使っているっていったふうに、まあ、このような軌跡で作られた文になっています。で、この軌跡を先ほどの気構造で表すと、まあ、このような感じになりまして、この動詞句名詞句名詞句というのが、まあ、ここでいう動詞句名詞句名詞句に対応しています。で、最後の文もそうですね。で、次に、まあ、この文に行き着くまでもう一つありまして、例えばここでここの副詞とここの動詞句なんで、急いでと走る一郎を見たという、まあ、この動詞句がくっついて文になることもありえます。で、こちらの場合は、まあ、その軌跡を見ますと、まあ、この動詞句が、まあ、こちらの名詞句から来ているので、まあ、副詞と、まあ、名詞名詞動詞句、あ、名詞句名詞句動詞句といった、まあ、この軌跡で文が作られています。こちらを先ほどと同じように、まあ、文の構造を見ますと、まあ、この名詞句名詞句動詞句っていうのと、まあ、副詞っていうのが一つにくっついて、まあ、一つの文を構成していることがわかります。で、まあ、こちら2つ、まあ、文の構造が出てきたんですけども、そのどちらが、まあ、より文の構造として、まあ、元らしいのかっていうのを、まあ、考える、まあ、必要があると思うんですけれども、まあ、今回のこの古文解析においてはあくまでもその文の構造を考えるのみなので、実際に、まあ、どちらがいいかっていうのは、例えば実際のその何て言うんですかね、急いでがその見るに、急いでとその見るがくっつくのか、それとも走るにくっつくのかっていったような実際の単語の意味自体の話になってきまして、例えば
頻度的に何ていうんですかね、走るは急いではよく走るとくっつくといったような、まあ、前情報があれば、まあ、こっちじゃなくて、まあ、もう一つの方の構造になりますし、まあ、逆に急いで見るっていうのが頻度的によくあるっていうのになれば、まあ、そちらはくっつくというふうになります。まあ、そちらは構文解析ではなくて、まあ、それ以降の意味解析などで実際にどちらなのかっていうのが、まあ、分かることになります。で今日発表した内容は、まあ、こちらになります。以上で発表を終わります。